根室港は北海道根室市にある港湾。港湾管理者は根室市。港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。北海道最東端となる根室半島の基部に位置しており、オホーツク海側の根室港区と太平洋側の花坂港区で構成している。古くから貿易港としての歴史を有する港であり、 現在は、北方海域の漁業基地や根室市をはじめとする、周辺の生活関連物資の流通拠点港としての役割があるほか、北方四島交流事業や、市区の充実による外国貿易船の輸入水産物拠点港としても利用している。根室港区は、漁船、観光庁船、交流船を経由しており、北方領土への玄関口になっている。また、 根室港祭り、根室ろかにり、根室ろさんまりなどのイベントを開催している。花坂港区は、日本国内有数の水揚げを誇る、さんま漁、鮭けま漁やたら漁などを行っているほか、外来船によって、ウニやカニを輸入している。根室市港湾管理条例、根室港港税洋蘭山照地図防波堤大型、渓流施設にさばき、 保管施設地図防波堤大型軽流施設に裁き、保管施設根室市中心部と根室港周辺の空中写真撮影の9枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。キータフの文史、諸場所の図によると、1792年にロシアの県費、施設、アダムラクスマンの一行は、 ほぶエカテリーナ号で、モ室にいる立し、弁天島に停泊して上陸後、約8ヶ月間過ごすことになった。1797年のエゾ巡覧筆記では、ネモ室は、弁天島が、自然の防波堤となって、大船が入港できる良港として知られており、キータップ場所の番号屋があったとしている。その後、港は、モロ場所の中核港として発展し、 東江戸地場所対外所には東に出先、西に弁天島、北にも島があるため操船するのに都合が良く、入船は北東の風、出船は西南の風を利用するとの記述がある。また、風向きが悪い時などには西別港を補助港としていた。根室港の陶器漁業、根室港港税洋覧参照、ありがとうございます。